close up. 0.7 meters. That's the number that's impressive. I think that's pretty high. データの一致を見つけてくれたのは桐蔭横浜大学桜井教授。ジャンプの高さ、距離、着氷速度を計測するアイスコープのデータから計算したのはジャンプの角度。トリプルアクセルですけどの、飛距離が3メーター、平均が20ぐらいなんですね。飛距離が高さの平均が64センチぐらいなんで、22度から23度ぐらいの角度で飛び上がってるんですよ。でこれ驚いちゃったのは、走り幅跳びの世界記録だいたいこれぐらいの平均です。だから飛距離を飛ばすには最高の角度で踏み切っていると思います。 On August 30th of 1991, in the men's long jump final at the Tokyo World Championships, the world witnessed one of the greatest duels in track and field history. Powell soared into the history books with a new world record of 8.95 meters. This jump was the single greatest long jump of all time. This leap from Mike Powell was simply unreal.His speed, his timing, his height, and his landing were all almost perfectly executed. This jump shook the entire stadium. The world record was set, and to this day, nobody has ever challenged this unbelievable leap. 8メートル95センチ。世界一の跳躍とほぼ同じ理想的な踏み切り角度を羽生はすでに手にしていた。もうほとんど同じ角度になります。はい。もうバッチリ合うデータですよね。これ成功への理想値も把握済みだ。ね、十何センチぐらいとか行けそう。いや、なんか飛べそうな気がそうですね、 0.8 以上はないとダメですし、距離的にも4以上はないとダメかなっていうふうに思っていて、人は超えれないし。実は4回転アクセル挑戦に興味津々、体操界のキング内村航平。オリンピックを連覇した体操界のレジェンド内村航平。負けず嫌いだし、僕より負けず嫌いかなっていうのは最近感じてますね。内村が負けず嫌いと認める羽生が挑戦しているのは4回転アクセル。成功すれば世界初。新しい技はやっぱり常に自分を高めるものなんで、僕の場合は、ブレットシュナイダーもそうでしたけど、その技がこちら。ブレットシュナイダー成功。なんか内村さんとかすごいかっこいいじゃないですか。 H 難度の技を決めたりとか、鉄棒一本に絞ったとしてもそこに行きつけるっていうのは、自分若いなまだいけるでしょ。回転アクセル新たな挑戦、心境っていうのは分かりますね。やっぱりまあ人に勝つことじゃないんですよ。でまあ己との戦いなんで。まあ体操選手の視点から見たらどういう風に見えるのかなと思って、まあ、興味本位で見出したらめちゃくちゃハマっちゃって、もうめっちゃこうなんか戻したり送ったりみたいな感じ見てるんですけど、いやまあ人間がやる技じゃないなっていうのはもう最初に見て思いました。 For a quad jump, skaters spend less than 0.7 seconds in the air. They have to leap around half a meter to be at the optimum height to land a quadruple.For a quintuple, more rotational energy is needed at takeoff to increase angular momentum. They also need to jump higher and most importantly spin faster, averaging near a 400 RPM. Which raises an interesting question. Are we at the limit of how much a human can turn and flip through the air? 科学的なことで言うと人間5回転まで飛べるらしいんですけど、まだ5回転の点数もないですし、4回転半回るその力をつけるために、5回転の練習をちょっとしました。 My dream when I was starting this day, I wanted to
practice to crowd out so. 真剣な目つきでジャンプに取り組みます。将来の夢は、ズバリ目指せオリンピック金メダルです。お、金メダル。はい、金メダルです。金メダル取るっていうことがずっとスケートをやってる中での夢でしたし、それが終わって燃え尽きて、そこからなんかこのスケートをやってる意味、5回転とか4回転半とかをやりたいです。またそれを叶えてあげたいなっていう気持ちが昔から強くあったので、これからなんだろう、自分がアクセル飛ぶことによってなんか皆さんの夢も叶えられたらいいなと思ってます。これがあるから今自分はなんか生き生きと生活できているんだと思いますし、競技スケーターとしての人生をかけた最後の夢だと思ってるんで、できた壁みたいなものが、まあ、4回転半っていうものだったと思うんですよ。それを超えた。フィギュアのこと分かんないんでおこがましいですけど、最大到達点がここなんで、ここまでにやっぱりもっとひねれたら、体操だとめちゃくちゃ早くひねりをかけるっていう技術なんですけど、体操の場合だと上半身きっかけなんですよ。下半身は後でこう持ってくるっていうやり方なんですけど、腕と足のこのシンクロ率分かります？合いすぎてんすよ。上半身先にもうちょっとひねるから、その下半身がブーンとついてくると思うんですよ。自身も過去に挑戦、その難しさをよく知るプロフィギュアスケーター村隆人は、空中感覚がそこが今までの4回転とかトリプルアクセルとはまた全然別格に長く感じるし、きつく感じるんですよね。まずはその回転に負けないだけの体を作らなきゃいけないこと。ただその点はすでに1年前の全日本で進化を感じていたそう。このジャンプの上がるタッチ、もう普通にスーってもうゆっくり滑ってきておいて、ギュッて踏み込んでポンって上がって4回転飛んじゃったりとかしてたし、トレーニング変えて体を作り直してきたら一気にまた一段変わったんですよ。それを見てうわすげえって思ってたんですけど、それが多分アクセルに最終的に通じる形になってるんですよ。やっぱ高くないとひねれないですけど、それかもうちょっと遠く飛ばせたらより飛距離が伸びるので、その分ひねれるかなっていうのもあるんですよ。本人はそこの両立が難しいですよね。いやめっちゃ分かるっす。やったことないですけど分かります。人は超えれないですね。羽生くんしか超えれない。この壁は、うん、いただいたと。はい、そうですね。あの内村航平選手のコメントも、はい、もう本当に人にはできないけど羽生にはできるって言われてしまって、本当にいやもうそんなこと言わないでくれよって正直思うんですけど、でもそれほどまでにやっぱりアクセルに関してかなり研究して、やっぱり強くなりたいって常に思いながらアクセルをやってきたんで、まあ誰にも譲れない思いはあります。そしてやっぱり内村さんにもやっぱそういうふうに言ってもらえるんだからこそ、やっぱりその期待を、その夢をやっぱ叶えられるような存在でなくてはいけないなというふうにも思っています。あとひねりもうちょっと頑張ります。あの上半身先にもうちょっとひねれたら、下半身がブーンとついてくると思うんですよ。あとひねりもうちょっと頑張ります。5回転とか4回転半とかをやりたいです。Searching for higher groundだから難易度と芸術のバランスっていうのは僕は本当はないんじゃないかな。芸術は絶対的な技
技術力に基づいたものであると僕は思っています。羽生結弦が4回転半もしくは5回転を挑む試合で絶対に入れると決めた場合はそれは確実に表現の一部にします。 If I can, I will. I want to add for the old quad with the music. You know, like axel, flip, lats, and loop, toe. If I can, I don't know. It's my dream. Searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed.初めてこの4回転ループ。震災があった後、はい、初めて氷に乗った時に一番最初に飛ぶジャンプ何かって言われたらアクセルでした、うん、やっぱりトリプルアクセルから飛んで、うん、ここからまたスタートを切るんだぞというぐらいまで考えてたぐらい、うん、やっぱりトリプルアクセルっていうのは特別なものだなと思います。やっぱり最後の最後に支えてくれたのはトリプルアクセルだったし、何よりも僕の恩師である鈴木先生が言っていた言葉がアクセルは王様のジャンプだって言ってたんで、まあ、かなり負荷のかかるジャンプですし、実際怪我もあったのであまり早く完成させても体にも良くないと思うので、まあ、どういうふうに付き合っていくかっていうことはなんとなくやっと具体的にビジョンができてきたかなっていうふうに思います。やっぱりそこまでたどり着かないのであれば、正直言って今スケートを頑張る理由っていうか、その自分の4回転半っていうとても険しい壁に向かって今突き進んでて、そこへのハードルはすごく高いんですけど、壁がない壁の先を見たい、それだけが今この世の中で自分がスケートをやれる理由かなと。今日はやっぱり4回転半を成功させたい、全身系と全気力を使ってる感じです。